衛星図藩森山公園は山形県坂田市にある総合公園。園内には土門県の写真展示館のほか運動施設等がある。本校では園内に立地する坂田市国体記念体育館とアジサイ園についても記述する。1979年7月、坂田市が定住県構想を実現するための文化公園として位置づける面積14.6ヘクタールの 公園整備計画を決定し、整備に着手。1988年9月に面積17.8ヘクタールの総合公園への計画変更を経て、1995年度に全体の整備が完了している。土門県記念館、人工湖、小節湖を中心とする文化施設ゾーン、山頂、ピクニック広場を中心とする遊戯施設ゾーン、 坂田市国体記念体育館、坂田市藩森山公園多目的グラウンドを中心とする運動施設ゾーンの3つのゾーンから構成される。2020年東京オリンピックの聖火リレーでセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と 各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に、延べ535,717件の応募があったと発表した。1992年に開催のベニバナ国体における競技会場として建設される。体育館設計にあたっては、公園の持つ景観のスケールを乱さないように、高さを可能な限り抑え、スポーツ施設にふさわしい警戒内消とした。 また近接するドモン建機年間とは全く異なる機能であるため、その建築表現も全く異なる対比的なものとした。観客席と所要書室がある下部構造の上に大正体の長弦張りの連続からなる屋根を乗せ、アリーナ空間の全体を覆う大スパン加工の構造形式を採用している。V リーグプレステージインターナショナルアランマーレのホームアリーナとなっている。 白鳥池。奥に見えるのは、長海山、坂田市振興計画で特色ある緑の公園づくりの一環として整備が進められ、1983年から市民の協力も得つつ、紫陽花の植栽を開始。飯森山公園の中心施設である土門天記年間と白鳥池を囲む形で、 広さ約8000平方メートルに122品種1万637株が植えられている。例年6月下旬からアジサイ園の夜間のライトアップが実施される。ありがとうございます。